まずはウェブ由来の組み込みエンジニア半年間すべてという内容で、大間さんから発表していただきます。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。ウェブ由来の組み込みエンジニアの半年間のすべてということで、株式会社フォトシンスの、本間が報告させていただきます。よろしくお願いします。はい、まず自己紹介です。普段使っているアカウントは CASPH、CASF というものを使っています。Google と出てくるかなと思います。株式会社フォトシンスという会社に属していて、肩書きとしてはコーファウンダーなので、共同創業者になります。仕事としてはソフトウェアエンジニアをやっていて、メインのプロダクトとしてはスマートロックロボットアケルンというものを作っています。担当としては組み込みスマホアプリ API の方の開発をしています。開発言語は C、Objective-C、一部 Swift、あと Ruby on Rails です。はい、で実はですね、前職がですね、ラクシー の、 あのスポンサーである GaiaX という会社でですね、パールをがっつり書いていました。なのでヤプシーやってアナザーパールカンファレンスだと思うんですけど、ヤプシーで発表するにふさわしいかなと思っています。はい、ということでヤプシーアピール終わりで、あと今後パールの話は一切出ないです。はい、でブログも書いてるんで、結構 IoT 関連のブログ書いているので、ぜひ興味ある方は読んでいただきたいなと思っています。この資料は後で共有するので、メモとかは大丈夫です。はい、でまずスマートロックロボットアケルンというものの説明をさせていただきたいなと思ってるんですけど、株式会社フォトシンスが作っているメインプロダクトになります。で今年のですね、4月23日より発売開始していまして、世界で初めて の、 完全後付け型の、スマートロックになります。自分の部屋の鍵をですね、スマートフォンから開閉を可能にするデバイスとなっていまして、鍵の情報をそのデジタルにすることによって、普段だったらそのアナログの鍵を、合鍵屋さんに持って行ってで作ってもらって、それを手渡しするっていうのが普通かなと思うんですけど、それをスマホ上で簡単にシェアするっていうのを実現しています。でまた既存のですね、電子錠、埋め込み式の電子錠があるんですけど、それは結構もう普通に数百万とかするものもあるんですけど、そういった中でですね、普通にその数万円台で買えるっていうのがコスト的な意味で、価格的な意味で魅力かなと思っております。はい、でこれは特にあんまり意味はないんですけど、実際にアケルンがどんな感じで使われているかのムービーを見せます。これはですね、店舗でつけている場合を想定していて、普通のお店とかで、アルバイトの人は朝早く来ると思うんですけど、合鍵のシェアが大変ということで、こんな感じでですね、スマートフォンでドアを開けて利用できたりとか、あと最近コワーキングスペースとかが流行っていたりして、その辺で鍵をスマホさえ持っていれば即利用可能になるとか、シェアハウスとか行った場面でも外人の人とか来た時にも鍵を渡してすぐに泊まりたい方が泊まれるっていうことを、実現できるんじゃないかなと思っています。はい、でアケルンが生まれた流れなんですけど、簡単に説明させていただきたいなと思ってるんですけど、そのアイデアはですね、本当飲み会の場所で出てきていまして、なんか世の中で一番なんかこうハックされてないものって、何だろうって思って、それで答えが、出た答えが鍵だったわけですね。でじゃあ鍵をハックしようってことで、週末にですね、大手メーカーとか、キャリアとか、さっきガヤックスって名前出たと思うんですけど、 IT 系のベンチャー企業の、若手がですね、集まって活動を開始しました。でこの段階では本当その土日に集まって、単なる開発、趣味の開発をしていただけだったんですけど、その活動がですね、日経新聞の方に日経さんの方に掲載させていただきまして、でその後から結構なんだろう、ガチのお問い合わせとかが来てしまうようになってしまいまして、でそこでですね、このペースではダメだということで、本気でやるのは起業しようということで、当時25歳から27歳っていう、メンバー6人で起業して、製品化へ向けて動き出したという形になります。はい、これが実際の日経新聞ですね。スマホが自宅の鍵にということで、
一部で大きく取り上げられてました。はい、でアケルンを、まあ、飲み会の席で考えて作ったんですけど、あのアケルンが生まれた時代的背景もあるかなと思っていまして、で、まあ、それがですね、その IoT っていう、まあ、技術の発達かなと思っています。結構そのリビルド FM とか聞いてると伊藤直弥さんが普通になんか IoT がうんぬんとか、 なんかこう説明なしに言ってると思うんですけど、まあ、IoT っていうのはこうインターネットオブシンクスっていうもので、日本語に直訳するとあの物のインターネット、もしくはあの複数のもの同士が協調し合ってインターネットにつながっているとか、そういった世界観のことを言います。で、これが出てきた、理由としては、まあ、一つがあの BLE っていうあの技術があの、まあ、発達していって、まあ、低消費電力で通信できる、あのいろんなものって電池で動く場合もあるかなと思うんですけど、消費電力が低いっていうことで、まあ、それで一気にあの電池で動くようなものにもあのインターネットの恩恵が扱われるようになったっていうのがあります。あともう一つはですね、あの物を作るっていう時にですね、あの最初にかなりの元手が必要なんですけど、まあ、その中で、クラウドファンディングっていうものが、一つ流行っているっていうのも、IoT の、発達の加速に寄与しているのではないかなと思っています。まあ、そういうことでですね、物をハックする時代になってきました。で、まあ、そんな中でですね、あの、まあ、ウェブの知識を持っている、まあ、ハードとか、組み込みのエンジニア の、 その重要性があの今後ますます上がっていくんじゃないかと、まあ、いうことであの思っていて、で、まあ、今回はですね、まあ、その1パターンとして、まあウェブ、もともとウェブしかやってなかったエンジニアが、どうやってその IoT のプロダクトとか、組み込みの世界に、入っていったのか、まあ、そういったことをお話しできればなと思っています。はい、アジェンダです。まあ、最初はその、今言ったようにそのウェブ由来の組み込みエンジニアがどうやって生まれたかっていうのを話していきたいと思います。そして次にその本番の製品をどうやって作っていったか、そして最後に、ウェブエンジニアの重要性みたいなものを、話せたらいいなと思っています。はい、ということで最初の章です。 IoT のですね、プロダクトをあの作るときに、まあ、いくつか領域があるかなと思っていまして、それがここに書いてあるものです。で、左からメカ、エレキ、ファームウェア、スマホアプリ、API ウェブサーバーという形になっています。で、ちょっとあの定義、言葉の定義が、あれなので、そこの説明をさせてください。で、メカって言われているのは、メカっていうのは僕らが呼んでいる、まあ、名前で、結構その別の大手メーカーさんと別の言い方をしているらしいです。で、まあ、メカって言っているのは、まあ、筐体、あのこの Mac とか、あのそのプロジェクターとか、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、その形を作る、樹脂とかで作られていると思うんですけど、そういったものを作っていく、まあ、3D の CAD とか、今だったら 3D プリンターで作ったりとか、あと金型を作って、でその実際にその部品とかも調達する人、まあ、領域のことをメーカーって呼んでます。また次エレキなんですけど、エレキはあの電子回路、あの、まあ、回路図を作って、基板っていう、あの、まあ、見たことあるかなと思うんですけど、そのたまにその分解とかしてると、たまに分解はしないんですけど、あの緑のなんか板が入ってるじゃないですか、あれですね、あれがあの電子基板で、ああいったものを作ってる人をエレキで呼んでます。であとファームウェアで今回、僕が担当している部分なんですけど、まあ、そのハードとか、メカエレキのことを総称してハードと呼んでるんですけど、まあ、ハードの制御とか、あとスマホとの通信部分とか、そういった、役割を担っている領域がファームウェアと呼んでいます。でですね、で開発を実際にしていくにあたって、まあ、ウェブアプリだったら、まあ、本当なんかアイデアが浮かんで、まあ、下手したら3日でリリースできると思うんですけど、ハードウェアの機器は結構そういうわけにはいかなくてですね、まあ、僕らは半年以上かかったんですけど、まずその原理試作って呼ばれている、本当にこの、例えばそのつまみを、例えばそこの鍵とかでも開けるのつくんですけど、あのつまみを回してっていう、その掴む部分の形が本当にこれでいいのかとか、あのモーターを回すときに、どういうふうな制御をすればいいのかとか、本当にそんなスマートロックみたいなものは実現できるのかみたいな、そういった部分を試行錯誤していくというのが、原理試作になります。でその段階で、そのあこれでこの原理だったらいけるってなった場合に、まだそのすぐ作り始めることができなくて、
次に量産施策っていうものを、作っていきます。でこの量産施策は本当に製品に近い状態でかつ量産が可能であるかっていうことを、検証するために、やるものです。でこのフェーズを経ないと例えばメカだったら金型っていうのを作るんですけどその金型で作れる形っていうのが実は全然柔軟性がなくて 3D プリンターとかよりも全然柔軟性がないんですね。でなのでその制約の中で本当にこの形で作れるのかとかそういった検証をしたりとかエレキ電子回路の部分も例えば消費電力が本当にこれで大丈夫なのかとか、調達するパーツが最低でも2000個とか3000個とか買わないといけないんですけどそういった時に本当にこのパーツでいいのか本当にこれを買うべきなのか、とかそういったことも一緒に合わせて検証する。でファームはもちろんその本番製品に合わせたとかその量産施策の上でメカとかエレキの変更などの部分に対して、その修正の作業を行っていく、そういったフェーズになります。そして最後に、試験を経て実際に量産して販売という形になります。はい、で結構忙しさのですね波がありましてさっき金型とかいろいろ調達とかいう話をしてるんですけどメカ、エレキ、ファームの順で、忙しさの波が来ます。でそのメカだったら金型を作ってる時が一番忙しくて作り終わった後は正直 1,2 ヶ月間ぐらいまあ2ヶ月は言い過ぎなんですけど結構もう作業が終わっている状態になるんですけどその次にエレキが来て最後にファームってくるんですね。で、そんな感じですね。なんかこう忙しさの波が各々であってかつそれ以降は絶対に変更することができないっていうそういうデッドラインがあるんです。で結構その忙しさの波の理想はですね、こんな感じでですね、メカ、エレキ、ファームってあってでそれがその順々に来てで波が収まってああよかったみたいな感じなんですけど実際にはですねこんな形になっていてもうなんかもうみんなメカ、エレキ、ファーム常にもう頑張って頑張ってで最後の方でよし終わったってクーンってこう落ちてあメカ終わった、エレキ終わったってなった後にですねそのメカとエレキの変更を全て担うのがファームですね。かつリリース後も結構ファーム大変だぞみたいな感じですね。ずっと大変っていうのがこのファーム組み込みと言ってる部分です。あとはファームカバーって言われました、ね、でウェブの世界でですもんでも運用でカバーっていう結構言葉があると思うんですけどそれに結構似ているかなとは思っています。で偉い人に聞いても最後はファームで何とかすんだよって言われてあはぁとか言ってあなんかまあ頑張りました。はい、でこんなことを知らなかった僕はですね、単純に、純粋にその組み込みっていうのに興味があってこの世界に足を踏み入れたわけです。で実際組み込み、ファームウェアって言葉があるんですけど、組み込みをやってみて、必要だったなと思うことはですね、まず最初に、やっぱりその電子回路エレキの知識が結局必要だったなっていうのがありまして、最低限そのエレキのメンバーが出してきた回路図をですね眺めてどういうふうにファームで制御したらいいのかっていうのを考えるところからやってでかつこんなんじゃ値取れないんだけどみたいなとかそういう文句を言ってですね、その次回のその施策に回すっていう、そういったことができる必要があったなっていうのと、あとその簡単な動作の確認くらいだったら秋葉原に行って秋月っていうお店があるんですけどそこでそのパーツを買って、それをハンダ付けしてで自分で制御してみるとか試してみるとか、そういったことが結構必要だったのかなと思っています。でかつ結構その電子パーツが、ちょっと気難しいやつもありましてデータシートっていうやつが用意されてるんですね。でこれはなんかもう英語で20ページぐらいにわたる PDF みたいなのがあるんですけど、それを丹念に読み込んでなんかうまく動かないときにですねなんかこの電圧じゃダメなんだとかこの応答時間だからちょっとこうリレーを挟んでうんぬんみたいなでそういうのを全部やらないといけなくてですね、その辺が結構大変だったなと思っています。はい、あとはですね普通に C++今回僕はあんまり C++ は書いてないんですけど、C が書けることっていうのが必要だったです。で、C は苦しんで覚えた、これ分かる人は分かると思うんですけど苦しんで覚える C 言語っていうサイトがあって、はい、このサイトで学ぶと苦しみながら覚えられると思います、はい、であとその物理的なものの考え方ができる必要があるかなと思っていまして
ハードで物体でこう理想の世界じゃないので、結構その、まあ、数式も理想の世界ではあるんですけど、こう何かつまみをつかんで物を回転させるみたいな、そういった時にですね、まあ、その普通に XY 座標を書いて、で角度がこんな感じでみたいな、シータも書いてうんぬみたいなっていうのをやって、これで本当に問題ないかとか、どうやったら一番よく制御できるんだろうみたいなっていうようなこともホワイトボードとにらめっこしながらやってたりしました。あとはですね、デジタルマルチメーターとか、あとオシロスコープっていうものがあるんですけど、まあ、要は電圧直接その緑の基板に、もう線ぶっ刺してこう電圧を見たりとか電流を見たりとか通電しているかとか、結構その見たりとか、あとオシロスコープの波形を見たり、その辺はもうエレキのメンバーに教えてもらいながらやったんですけど、その辺もやらないとですね、結構そのサーバーのログとか見てるときは、まあ、問いのデバッグでもいいですし、そのデバッグを使ってブレイクポイント仕込んでとかでもいいんですけど、そういったそこで出力されているものさえ見れば大体解決するかなと思うんですけど、エレキ、まあ、ファームを作るときはですね、その値が、まあ、そもそもちゃんと取れないみたいな、ログが出ないっていう場合が、結構ありまして、そういう場合は本当にリアルでこの、目の前の基板が起こっていることが何なのかっていうのを、その線を指しながら検証するっていうことが、必要でした。はい、でこの辺はですね、まあ、その結構大変なことは言ってるかもしれないんですけど、アルデュイノっていう、まあ、知ってる方も、いらっしゃるかもしれないんですけど、そういうプロトタイプ用の、デバイスが、安く売ってまして、まあ、その辺で大体全部学べました。で、まあ、このアルデュイノっていうのを使うとプロトタイプとか、あとそのデモ機っていうものが作りやすいです。で、まあ、簡単にその PC に、USB 経由で挿して、で PC 上にその IDE もあって、でそこでプログラミングしたらもうその目の前の Arduino っていう基板で動くとか、そういうのが簡単にできるんで、まあ、本当に魅力的なデバイスだなと思っています。なのでこれで結構本番製品でも使う技術の予習みたいなものをさせていただきました。はい、まあ、まずは L 値化からって書いてあるんですけど、L 値化っていうのはウェブ業界でいうとこのハローワールドで、単に LED をチカチカさせるだけっていうやつで、これだとちょっとつまんないんで、僕がその後やったのがエルフワって呼ばれてるやつで、多分エルフワって言ってる人誰もいないんですけど、LED をふわふわさせるっていう、ふわふわ点滅させるっていう、これ分かりますかね、後ろの人見えるかな、まあ、ただこんだけなんですけど、こんだけで最初の頃は相当喜びました。はいはい、でこれはアルデュイノの PWM っていうやつを使うとすぐいきます。で、結構アルデュイノで学んで本番製品に活かせたものがあったなと思って紹介させていただきたいんですけど、それがその、まずそのプログラムの最初で、セットアップの関数を読んで、まあ、そこでそのイニシャルの初期から処理を、するっていう部分と、あとその以降は無限に繰り返されるそのループ分の中で、どういった、プログラムを記述するかとか、そういった、まあ、ベーシックな組み込みの概念的な部分、まあ、実際これそのまま使えはしなかったんですけど、その最初に、イニシャルの処理をして、その後は、何かしらのループ処理に入るみたいな、まあ、そういった概念は最初に、学んでおいてよかったなと思っています。あとそのさっきエルフワって言ったんですけど、まあ、PWM の知識を手に入れたのが良かったなと思います。で PWM はパルス幅変調っていう、この辺僕が説明するより多分本当のガチのファームの人に、やってもらった方がいいかもしれないんですけど、まあ、パルス幅変調と呼ばれるもので、マイコンとか、まあ、その小さいアルディーノもそうなんですけど、小さいデバイスってまあ、そもそも CPU とかもそうかもしれないんですけど、その0、1の値しか出せないんですけど、なんとかその中間の値を表現したいっていう時に、その0、1を周期的に変化させることで、まあ、0と1の間の、まあ、0.5 とか 0.2 とか、まあ、そういった値を作り出せるっていう技術です。であと GPIO っていう概念がありまして、まあ、GPIO ってなんか名前だけ聞くとちょっと面倒くさいんですけど、単にマイコンのピンを制御するっていうことだけです。このマイコンの何番ピンを入力ピンとするって宣言した後に、実際にそのピンに電圧がかかっているか、 0V なのか、なんて何 V なのかっていうのを、が入っているか、ハイかローかで取れるとか、出力とか割り込みとか、そういった考え方は役に立ちました。あとタイマーの概念がありまして、さっきループ
あとは無限にループが続くってあったんですけど、まあ、それだけだと結構あまり書けなくて、このタイマーは結構面白くて、何秒間に1回このコールバックを呼んでくれと指示をしていると、あとはその動きを延々繰り返してくれるっていう、そういう、ざっくり言うとそういうもので、例えばそのループの中で、0.5 秒間に1回だけ呼びたいっていうものがあったとして、それが1個だけならいいんですけど、その他にも、これは 0.2 秒間に起きたりとかなると、そのリレーを挟んで、かつそのループの中はシリアルでしか書けないみたいになってくると、まあ、ソースコードがぐっちゃぐちゃになるんですけど、タイマーを使うと、そういったものを完全に無視、他の処理を無視して、タイマーだけでちゃんと 0.5 秒間に呼ぶことができる、そういった書き方ができるようになります。あとですね、Arduino で学んで一番良かったのは、I2C っていう概念がありまして、I2C って書いて I2C なんですけど、これ結構そのサンプルとかがブログに上がってるんで、ここで理解しておいてよかったなと思ってるんですけど、本当マイコンからはピンが2個しか出てなくて、そこに並列にいろんな電子パーツを付けられるんですね。でそれが何でできるかっていうと、その電子パーツそれぞれにアドレスが割り振ってあって、アドレスを指定して、この電子パーツになんか書き込みと読み込みを行うみたいな、まあ、そういったなんか結構複雑なことができる、かつ、マイコンのピンの消費が、抑えられるという技術があって、まあ、これを使うとですね、結構スペースの削減、基板のスペースの削減とか、あとパーツピンの削減とかができるんで、この辺の技術が結構必須だったのでやってよかったなと思ってます、はい。逆にですね、本番製品引き付けなかったものはですね、まあ、先ほどから言ってるんですけど、そのループ永遠にループが動き続けるみたいな処理はですね、消費電力上の都合で、まあ、結構 NG でですね、ずっと起きてる、わけにはいかないので、結構寝かせながら、やる必要があって、まあ、そういう時に結構タイマー的な、処理が有効活用できました。またその、例えばモーターが回ってる間常にこうワイル分で無限に監視してるみたいな処理を、まあ、最初は書いちゃったんですけど、そしたらウォッチドッグっていうのに殺されまして、ウォッチドッグ多分知ってらっしゃ、普通に OS の概念なんで知ってるかなと、知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ある程度長い処理があったら、例えば無限処理してる、いや無限ループしてるような処理があった時に、やっぱその処理止めたいじゃないですか。ということで、その一定時間以上その長く動いてる処理みたいなのを殺す役割、殺すってちょっとすみません、はい、役割をしている、まあなんかその概念というか、その挙動しているプロセスがありまして、まあ、それが結構強みに効いていて、結構長めの処理ができるようになったというのがありました、はい。その他ですね、 C++ とか Arduino しか書けない技法とかは最終的には C で書き直したので、その辺で、そのまま利用できなかったというのがあります。あとそのググれば出てくるっていうのが Arduino の世界ではあったんですけど、その辺が、本番製品で選んだチップではなかったので、結構その辺で苦労しました、はい。でここまでが普通 の組み込みで、まあ、Arduino で普通にできる部分だったりするんですけど、まあ、ここに加えてですね、IoT だからこそ追加でやらなきゃいけない部分っていうのがあると思っています。でそれがですね、BLE っていうもので、これはその Bluetooth Low Energy って呼ばれているものでして、Bluetooth Low Energy 自体の説明はその次でするんですけど、まずそういうなんか通信方式の、まあ、それ自体の知識とか、チップ選んだチップで、まあ、それぞれその扱い方違うんで、独自に覚える必要があったりとか、あとその検証のためにはやっぱりその受け側というか送り主というかのスマホ側も、ある程度書けないといけないので、その辺も、実装する知識が必要でした。であとIoT で結構重要なのがそのセキュリティの問題が結構もてはやされてるかなと思うんですけど、その辺の知識も今回作っていく中で、学びながらやりました、はい。で BLE なんですけど、BLE は、Bluetooth 4.0 から導入された比較的新しい規格でして、まあ、比較的って言ってるのは結構何年も前なんでそれつけてるんですけど、まあ、Bluetooth Low Energy っていう名前のごとく低消費電力を実現しています。で結構そのパケットを短くするとか低頻度にするっていうことで実現してるんですけど、使い方を誤ると、例えばその大容量のデータを
常に送り続けたいみたいな、まあ、用途にすると結局あの消費電力が上がってしまうので、結局その本当に低消費電力で済むかっていうのは、設計次第になるかなと思っています。あとはですね、あの自由にいじれる GAT っていうプロファイルがありまして、これを使ってその通信をしているんですけど、まあ、プロファイルっていう名前がそもそもあんまり馴染みがないかなと思うんですけど、まあ、BL、Bluetooth で例えばヘッドホンで音楽を聴くとかキーボードとかマウスをいじってると思うんですけど、その時にはそのある決められた、プロファイルっていうのが定められていて、その通信方式にのっとっていれば、まあ、音楽転送したりとかキーボードのキーを、転送できる、まあ、そういった技術、まあ、そういった統一された、フォーマットみたいなのがあるんですけど、GAT は GAT もその一つではあるんですけど、 GAT の中身自体を開発者が結構自由にいじれたりするんで、まあ、互換性みたいなのは結構ない、あの製品間でしかないんですけど、あのそういった自由な企画があったりします。あとはですね、 BLE 自体がですね、 iPhone4S 以降だったり Android 4.3 以降だったりからですね、あの普通に採用されていますので、その辺で今世の中に結構普及しているものかなとは思っています。はい。で、 BLE の練習自体はですね、あの組み込みの練習はアルデュールでしたようにですね、あの BLE シリアルっていうモジュールで僕はやりました。これはその、まあ、アルデュイノとスマホ間でシリアル通信が簡単にできるよっていうやつで、結構サンプルも上がってるので、例えばそのスマホで、01を送りたいみたいな風な指定をして実行すると、アルデュイノの方で、01が受け取れる、まあ、そういったことが簡単にできるモジュールになっています。で、あのガット、さっき言ったガットっていうものはいじれないので、結構プロトタイプ向きかなとは思っています。はい。これ実際の開発受けこんな感じで、あの Mac でできてよかったなと思ってるんですけど、違う、すいません、ベストスピーカー賞取ると Windows がもらえるんでちょっとあれなんですけどあのいや Windows も欲しいんですけど、あのこれ一番左にあるのがデジタルマルチメーターってやつで、あの赤と黒の線が出てて、あのグサッて刺すと電圧が取れますよとか、あと、まあ、ラズベリーパイとか、あと RGB が転がってます。はい。実際これあの一番最初に作ったアケルンなんですけど、あの僕らはもう弁当箱って呼んでたんですけど、あのこれを実際にあのつけて、あとアルディノとかだけで、制御してやってました。はい。で、まあ、ものすごく簡単にできたような図を見せるんですけど、まあ、スマートフォンから、まあ、BLE シリアルに通信して BLE シリアルからアルディノにつないで、あとはサーボモーターを回して、でサーボモーターがあのサーボターンを回すみたいな感じで超簡単に見えるんですけど、まあ、実際こんな感じになっちゃうんで、あの結構僕こうこんがらがりながら結構やってたりしました。はい。でですね、プロトタイプが完成した時のムービーがあるんで、ちょっとこれ最初一回カチャンと、これ撮れるのかな、撮れないか。もう一回やるっす、もう一回。こんな感じですね、あの一個一個できていくたびにですね、こう仲間内でですね、ウェーイと喜んで、あのそういう、こう喜びを味わいながら作ってました。はい。で、実際今みたいな感じで作ったやつをですね、まあ、デモ機を使ってこうプレゼントとか、したりしていました。で、結構大活躍してくれて、資金調達とかも、の時も、あの使って、なんだろう、何回も何回もこう作り直しながら、長いこと使いました。で、1個注意点なんですけど、あのたまにデモが失敗するときがあって、Bluetooth がですね、あのこういった会場とかだと結構そのあのすごい数飛んでいまして、で、あの Bluetooth の通信が失敗することがあるんですね。なので、まあ、発表するときにですね、まあ、失敗したときも会場に100を超える Bluetooth の電波が飛んでたんですけど、まあ、できたらですね、あの、まあ、司会の人とかにですね、あの機内モードにしてもらうとか、そういうアナウンスをしてもらうとかいうのが、もしそのプレゼンすることになったらなんですけど、あの気をつけていただきたいポイントかなと思っています。またですね、その結構そのやっぱ他の僕らじゃないベンチャーとかも、あの Bluetooth 製品を作って目の前でデモしてくれようとしたときに結構失敗してたりもするので、まあ、その辺結構あるあるなんだなって思っておくといいと思います。はい、ということで、入門は終わりまして、実際に本番製品を開発する話をさせていただければなと思います。で、実際、すみません、後ろの方多分見えないと思うんですけど、あの
アルディーノから、本番製品を作っていくっていう風な時にですね、仲間の一人が、本番製品でアルディーノを使うのは大学の入学式にお母さんと行くようなもんだよねって言い出して、僕はちょっとその意味があまり分からなくて、ただなんかお母さんと行きたくないかもって思ってまあ実際にアルディーノを使うのはやめてですね、本番製品のチップを作ってきました。で、使ったマイコン、マイコンと BLE のチップを設定して、でそのチップが提供している SDK みたいなものをこう学び直して、でアルディーノでライブラリに頼ってた部分とかも、実装し直したりしました。で、アケルンでは使ってないんですけど、この後ろの写真、多分見づらいと思うんですけど、ノルディックっていうチップがありまして、今は結構これが載っている気がするので、もし興味ある方はこれを使うといいかなと思います。はい、で開発環境なんですけど、Mac で大丈夫そうなやつが選んでいて、BL チップの開発環境がですね、某社のやつは、イクリスプを魔改造してあったんですけど、僕ちょっとビマーだったんでちょっとそれはできないっていうことで、そのイクリスプの中でですね、どうやってその、C 言語をビルドして実際にチップに流し込んでいくかみたいな部分を、探し出しまして、単にメイクしてるだけだったんで、CLI で開発できるようにしました。であとそのイクリスプ自体がですね、デバッカーみたいな、デバッカーまでいかないんですけど、その単に CLI で、内容を表示するだけなんですけど、そういったものもついていて、一見便利なんですけど、ちょっとイクリスプは開きたくなかったので、Mac に、その CLI 通信ができる、アップ専用のアプリ、CoolTerm っていうんですけど、を入れて、デバッグしていました。なので、以降 Vim しか起動しませんでしたと。はい。僕は実は2013年に Vim の発表をやっしているぐらいの Vim 好きなので、はい、ご了承ください。で、はい。で、本番製品作っていって、これ最初の方で見た図なんですけど、ファームスマホアプリ、API サーバーってあるんですけど、本番製品をですね、作っていく、時に、細かく分けると、大体こんなイメージかなと思っていて、ファームが、左からその制御を行って、で、あと暗号、セキュリティのために、暗号技術と認証技術を使って、で、そういったデータを、暗号化されている状態で BLE でスマホアプリに送信して、スマホアプリは UI を作って、で、API と通信するためのネットワーク部分を実装して、で、API 側では、例えば暗号化されたデータが送られてきたら複合するとか、逆に暗号をして送り直してやるとか、認証するとか、本当にこれがアーキブなのかみたいな部分を見てやる必要があったりとか、あとその、普通に DB とかインフラとか構築する必要があって、結構大変な作業でした。で、セキュリティについてちょっと、話しておきたいかなと思っていまして、BLE 自体のですね、セキュリティは、4.0 時点なんですけど、結構、弱いと言われていて、みんなこれは使えないっていう風な感じで言っていました。で、なので、自前で実装する必要があるんですけど、独自のアルゴリズムは使えないので当然なので、その汎用的な技術で固めて、あとはその、シーケンスがちゃんと大丈夫か、通信のシーケンスの方がちゃんと安全化みたいなものを、実装してきました。で、僕はというか多分セキュリティの世界でこう言ってるかもしれないんですけど、セキュリティは防御って概念と、攻撃って概念がありまして、で防御の方は作るときに設計自体をレビューしてもらったり、またはもうソースコードも見てもらったりするかもしれないんですけど、そういったことをやる必要があるかなと思っていて、で当時提携先だったドコモさんの方でセキュリティのプロの方に、レビューしてもらっただけなんですけど、そのこういうのがいいんじゃないかということで見てもらいました。あとですね、攻撃を、販売前にですね、してもらっていて、脆弱性がないかということで、BLE のね、ですね、BLE のスニフっていうんですけど、スニファーとも言うんですけど、BLE の通信を傍受して、中身を見て、で解読作業をするみたいな、そういったことをすることができるんですけど、それを、これは言えないんですけど、その某2社にお願いをして、問題がないかとかいうのも確認してもらいました。なので結構そのセキュリティの方最初はすごい不安だったんですけど、こんな感じでそのプロに、
設計から入ってもらったりとか、あとその実際に作ったものを攻撃してもらったりとかして、まあ、結構その後は結構安心してはいます。はい。でこの辺セキュリティの知識が僕の方であまりなかった時があったので、この2冊の本を読んで、勉強しました。暗号技術入門っていう、やつと、マスタリング TCP/IP の情報セキュリティ編っていうやつ、これが結構おすすめなので、興味ある方は、読んでみるといいかなと思います。はい。で基本的なスタンスとしてですね、やっぱり結構その若手が集まってやっていたっていうのもあるので、分からないこととか自信のないことについては、すぐにやっぱりそのプロに相談するっていうことを、やっていました。で僕らがその BLE 自体、どんなものかあんまり分かってなかった時にですね、ちょうど運よくその BLE ブートキャンプっていうものが去年の秋ぐらいですね、開催されていて、日本でですね、一番 BLE の濃度の高いイベントだったのかなと思うんですけど、もう本当そこら中見渡して私この BLE のこういうのやってますみたいな、一つしかいないのが多分 2,30 名ぐらい集まるっていうイベントがありまして、そこでチーム編成をしてこうワークショップみたいなものをやっていました。これは多分この写真、後ろの写真真っ暗いんですけど、見る人が見ると誰か分かるっていう写真になってます。で、でその時に BLE ブートキャンプでググるとすぐ出てくるんで言うんですけど、BLE のコンサルとか自宅開発をして数をこなしていた、上原義弘さんっていうすごい方が、講演してくださったこと、その方がすごいその BLE の、技術の要素やらなんか思想やらその辺全部教えてくださったのがすごい役に立ちました。そしてあと IR キットっていう学習にもこうっていう、領域の、スマホでエアコンの温度を上げたいとかでピッてやると、その IR キットっていうデバイスがインターネットにつながっていて、でそのインターネット経由でその情報を受け取ってこうエアコンを制御するとか、そういったことができるようになる、家電を制御するためのデバイスがあるんですけど、それを一人で作った大塚さんっていう方が、元カヤックかなに、いらっしゃるんですけど、その方が講演をしていて、そのゼロから作っていく話みたいなのをすごい聞けて、これはすごいためになったなと思っています。はい。あとはですね、iOS 界隈で結構有名な堤秀一さんの方にも iOS と BLE の本を書かれてるんですけど、実際に会いに行って BLE について教えてもらったりしました。あとは、プルートっていうさっき言った IR リモコンの、と似たような、ほぼ同じなんですけど、デバイスがありまして、でこれ当時彼は大学生だったけど3人で全部作り上げましたみたいなすごいやつらです人たちです。で、プルートの方たちにもお話を聞きに行って、ゼロからハードを作っていく部分を聞いたりとか、結構初期の方に聞いたりしていたんですけど、その辺でその IoT って言葉も浸透していないのにすごいなと思ったりとか、本当に3人で作り切ったのはすごいって、金型とかも自分たちで設計したとか言ってたので、相当すごいですけど、その彼らの能力に触発されて嫉妬しながらもこう結構追いつきたいと思いました。はい。あとはですね、元 NEC の74歳の現役回路アドバイザーがいまして、本当昨日とかも来てたんですけど、シニアモードっていうサービスがあるんですけど、そこでシニアモードっていうのは退職した定年過ぎてる、シニアの方を、その企業に、送り込んでそのアドバイザーになってもらう、私も月5万ぐらいで安くっていう、そういうのを目指してるサービスだったんですけど、このサービスでこの方に、出会って、実際に回路の講座とか開いてもらいました。でこの講座はですね、ちょっとそのすごくてですね、出だしがですね、僕の人生そのものが電子回路の説明になるからっていうことでですね、戦後の話から始まって、でそのこの74歳の方が、ラジオを作り始めて、NEC に入ってみたいな、中国に行ってみたいな、そういう話をですね、聞かせて2時間で聞いたんですけど、一気になんか70年分ぐらいタイムスリップしたような気になりました。はい。で、その中ですね、多くのプロの方に協力いただきました。で1個すごいなと思ったのが、アポがですね全部 Facebook で取れる
な、ようになっていて、結構その有名だな、この人会いたいな、記事とか読んですごいなと思った人の名前を Facebook で検索すると、その人が出てきて、で、もうさっきの何人かは、もうそれで何人かというか、まあ、プルートとかは、それで連絡を取って、実際に会うことができて、で実際いろいろ教えてもらってすごい良かったです。なんかそういう Facebook でいろんな人に会える時代はすごいなと思いました。で、あとですね、そのすごい人に会いに行く理由が、起業するまではなかったんですけど、あの起業してみてもうなんか本当切羽詰まってこれをやらなきゃいけないっていう時になんかこう会う理由ができたっていうのがすごい良かったです。はい、まあ、そんな感じでプロに教えてもらいながらその自分たちがまあノウハウを吸収していって、最初何もないベンチャーだったんですけど実際に製品を販売できるところまで到達できたのかなと思っています。はい、で最後にあのウェブエンジニアの重要性の話をしたいなと思います。はい、で、まあ、一つ目はですね、あのやっぱりその IoT プロダクトっていうものの、全体の設計ができるっていうのがやっぱあるかなと思っていて、ハードウェアしかできないメンバーはやっぱりそのウェブのことは分からないけど IoT プロダクトを作りたいと思ったら、半分以上がソフトウェアっていう世界なので、この辺で、ウェブのことを知っているのは結構強みかなと思っています。でまたその中間に立って例えばそのファームウェアをやるとハードとソフトの中間に立てるんですけど、まあ、その辺を行き来できる人が結構必要だなと思いました。あとですね、はい、全体の来てきたっていうのはさっき言ったところですね。で、あとそのやっぱそのセキュリティの面が話があったかなと思うんですけど、この辺でその通信のセキュリティっていう意味でやっぱりそのウェブエンジニアじゃないとあの分からない部分とか、結構そのウェブだと枯れた技術が何個もあって基地だったりすると思うんですけど、まあ、ハードの世界ではあまり浸透してない部分もあったりするので、その辺で、全体を通したセキュリティっていうのを設計できるっていうのも一つ強みだなと思っています。あとはですね、あのなんかこうアケルもそうなんですけど、何かそのデバイスの設定をするみたいな時に、まあ、一回そのネットを通すとですね、あのそのネットの値で設定できるっていう風なものが一回ありまして、でその辺で例えばその調整みたいなものも例えばできるよねっていう話ができたりとか、あとその合鍵の、権限とかもあの開けようとしたその瞬間にネットで確認して、権限を持っているかどうか確認しているっていうシステムなんですけど、まあ、その辺でそのじゃ あ, あの権限を執行してからとか合鍵削除されたら開きませんとか、あともっと言うとその開けるの自体もですね、まあ、初期化っていうのを、ウェブ側だけで行うともうあの開けるを、スマホで開けられなくなる、あのオーナーの権利するしないとかそういうのもあるんですけど、まあ、その辺をこう結構ウェブ側に寄せることによって、統一的な権限管理みたいなのができるようになっています。あとですね、まあ、ネットを使う前提っていう意味だとあのファームウェアの方をあのオンライン上であのオンラインでアップデートできるっていう技術もあと今ありまして、あのここになんかお豆腐みたいなこと書いてあるんですけど OTA DFU っていうオンジエアデバイスファームウェアアップデートっていう単語があるんですけど、こういうのを使うと、出荷した後でも、デバイスを、更新できるのが、いいなと思っています。まあ、そういった発想ができるのがいいなと思っています。あとですね、こう作って終わりじゃなくて僕たちはこう出荷をしないといけないんですね。でその時の出荷の管理をどうするみたいな話があった時にあの Excel でみたいなもあったんですけど、あのいやいや API 作りますってことで、あのその出荷アプリケーション工場の人がですね、ポチッとなってやると、自動でこう、開けるにファームが流れ込んで、動けるようになるっていうそういうやつをですね、シナトラとあとシェルを使って、作りまして、でこれをシナトラ経由で API 叩いて、まあ、ID の管理出荷の管理ができるようにしたりしました。これは本当その工場の人が工場の人は普通 の, あのパートさんに近いやつなので、PC をポンって置いて、黒い画面のメイクコマンドを叩けないので Chrome を、まあ、起動してもらって、で Chrome にはもう、あらかじめその起動したら、そのアプリにつなぐようにしておいて、であとは書き込みますか、はいって押したら、書き込むみたいな、まあ、そういったことができるようにしました。
であとその工場を出荷していくときにですね、ちゃんと工場がやってるのか確認したいってニーズもあると思うんで、あならスラックに飛ばせばいいんじゃないですかっていうことでスラックに飛ばしてみたりとかですね、あとその結構これは面白くて、工場の方で、ファームの書き込みエラーがなんか20回ぐらい確認できた時があって、これおかしいなってことでこちらの方から電話をしてこういうふうな方法でやり直してくださいって言って、うまくいったっていう件もあったんですけど、多分工場の人はなんでって思ったとは思うんですけど、まあ監視社会ですね。はい。で、なんでこんな感じですね、結構ハードの世界だと、まあ、当たり前に、多分すごい大きいところがやってると思うし、当たり前だと思うんですけど、まあ、広い意味でハードでそこまで浸透してない技術っていうのをそのウェブエンジニアが、こうすればできるんじゃないですかって言ってやるっていうのは結構強みだなと思いました。はい。で同じ流れでですね、まあ、検査用アプリっていうのも作っていまして、まあ、出荷前にですね、例えばそのセンサーがちゃんとその動くかどうかみたいなのを全部見てるんですね。でそれをその一個一個、本当だったら、まあ、線をつないで、シリアル通信でこのセンサーの値を出力してとかやらないと分かんなかったりするんですけど、結局はその回路側で正しい値が出ててもファーム側で受け取れてないとかそういうのもあると思うんですけど、まあ、そういったことをですね、全部検査するためにBLE を使って、BLE と iPort Touch を使って、その間でそのデバッグができるようにしました。で、その工場の人が、接続ってボタンを押すと目の前にあるアケンと接続を押して、で実際に丸々の、センサーの値はこうですみたいなのを出して、行員がそれをチェックして、OK なら完了ボタンを押すと、まあ、サーバーの方でも、このアケンはテストが完了しているって状態になるみたいな、そういったシステムを作りました。で今は最初は iPort Touch でやってたんですけど、今はそれを書き込みから、大体全部自動化するために、Mac アプリを、書き直してもらって、まあ、特にそこまで、そうですね、Mac アプリにしてるのは、Mac の内部で書き込みコマンドとか叩けるようにっていうでやってるんですけど、まあ、Mac アプリを作ってもらって、自動化したりもしました。これは僕じゃない人が、もう一人優秀なメンバーがいるんですけど、その方にやっていただきました。はい。とかそんな感じですね、まあ、その解析も一緒にできるというのが強みかなと思っています。はい、あと3分ありますけど最後にやってました。で、ですね、最後になんですけど、まあ、普通の会社員です、ね、だった頃とまあ違うことみたいなものを感じていて、まあ、今回その組み込みエンジニアとしてトークするっていう感じではあるんですけど、もう一個はやっぱりその起業しているエンジニアっていうのもあるかなと思ってまして、でやっぱり違ったのは起業していたことっていうのと、あとその起業してこの製品を打つっていう時にその1個のプロダクトの重みがすごすぎてですね、競合がものすごい、なんだろう、大きく見えるというか、こう会社にいた時はですねあんまり意識してなかったんですけど、競合が出てくること自体がものすごい脅威に思えて、結構その失敗したら死んじゃうんじゃないかみたいなっていうのを思えて全員やってました。はい、まあ、そういう恐怖と戦いながらやってました。これは関係ないんですけど、僕の好きな漫画で、まあ、小説だと思うんですけど、原作、All You Need Is Kill っていう、まあ、映画化もされたやつがあるんですけど、ここで出てくるセリフがですね、僕は好きなんで紹介したいんですけど、まあ、今この瞬間から次の瞬間を予測して対策を立って最善の動きをする、時間は伸びない、だが無限に分割することができる、1秒を1秒と思っているやつは今の僕には勝てない、1秒刻めっていう、なんかその同じ1秒でも感じ方の違いでこうそこにどんどんつぎ込んでいくことができる、で結構時間に迫られながらやっていたので、結構この言葉みたいなのを反芻して、いやもっとできるんじゃないか、もっとできるんじゃないかと思って、実装をしていました。はい。でまあこういったですね、まあ、自分にとって一番の学びは、まあ、ベンチャー、これがベンチャーだって言える経験ができたことかなと思っていまして、口癖は結構その大手メーカーにスピードで負けたらベンチャーを起業して意味がないでした。はい。まあ、そんなこんなでですね、まあ、無事、まあ、今年の春、4月23日にマンハケンの初期ロットを出荷することができました。で、これは、まあ、2014年の9月に起業してから、まあ、半年ほど経過していた時だったんですけど、
で今日はですね、出荷してから4ヶ月後になって、8月の21日なんですけど、今日はそのヤプシーで発表する以外の結構特別な日でして、あの大手の、ソニーがですね、ソニーさんがですね、こう同じスマートロックを出荷する日が実は今日っていうなんてこの日になってるんだと思ったんですけど、あのやっぱ日本でですね、スマートロックを、ちゃんと出して発売してっていうのを4ヶ月早くできたわけではあるんですけど、今日8月21日からその競合のソニーさんの製品が発売されるってことで、この4ヶ月が、どういった意味を持っていたのかっていうのが、今日以降分かるっていう素晴らしい日になっています。でこれ結構ドキドキしていることではあります。はい、ということで最後にまとめなんですけど、週末の、日曜電子工作ぐらいから始めたんですけど、それでも結構成果になったなと思っています。でまたそのウェブエンジニアでも、あの組み込みの、エンジニアになることができるんじゃないかなっていうのを、証明できたかなとは思っています。であとそのウェブの、エンジニアの発想がそのハードウェアベンチャーを、助けることもあるかなと思っていて、であとその何かをやるときにやっぱその人のつながりを、利用して、開発を加速させていくことができるんじゃないかなと思っています。はい、で企業はですね、スリリングだけど、すごい楽しいことだなと思っています。はい、ということでですね、あなたもハードウェアの世界に飛び込んでみませんかということで、はい、採用情報です。株式会社ホトシンスではIoT に興味のある、ウェブアプリエンジニアの方を募集しています。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。では、1分ないぐらいで質疑応答をしたいと思うので、あ、では一番先の真ん中の方に、ちょっとマイクがいるので少々待ってください。質疑応答なさってくれた方にあのアケルンの特製ステッカーをプレゼントします。で取りに来てください。じゃあみんなどしどしお願いします。ウェブエンジニアからその部分になることなんですけども、そのウェブエンジニアならではのということで、そのあの、システム全体ビルとか、生産工程の時に関わるって話もあったんですけども、将来あの、ファームウェアの開発とか、そこら辺の部分で、例えばテストを動かすとかすることで、そのウェブエンジニアの時の開発のやり方っていうのが役に立ったということはあるのかなっていうのが一つの、一つお聞きお伺いしたいことですね。で、もう一つとしては、あの結構人数限り、ベンチャーさんで人数少ないと思ったんですけれども、それぞれそのあの最初にメカ作って、エレキ作って、BS で忙しい人はそれぞれ違うじゃないですか。そうすると、その、忙しい、人によって忙しい時期やピークが違ったりすると、一人の人がいろんなことを やめた方がいいんですよね。そういうことで、なんか工夫されたことはあるかっていう、その2つが聞きたいと思います。はい、ありがとうございます。まずはそのウェブエンジニアをやっていて、組み込みの現場、組み込み開発をするときに、何を生かすことができたかなっていう、部分だと思うんですけど、ですね、正直、もう新しいことしかなかったっていうことで、あまりその、プログラミング技術自体は、もう概念自体は使い回せたんですけど、ほぼほぼ新しい世界だったなと思っているので、なので、あれですね、その例えばそのメイクコマンドを叩けばビルドしているだろうっていう予測がつくとか、リクエストが嫌いだとか、そういった部分だけがあのウェブエンジニアから利用した部分かなと思っているので、すみませんが、あんまりいい答えが用意できないですっていうのと、あとその次の質問なんですけど、一人がその結構そのいろいろ領域でできることによって、その少ないリソースでの場合は結構いいんじゃないかっていう質問だったと思うんですけど、実際その僕が多分一番大変なポジションにいて、でファームとスマホアプリと、APM 一部ですね、書かないといけない。一応メンバーの紹介をしておくと、メカに、元パナソニックのメンバーが1人で、エレキに元パナソニックのメンバーが1人で、ファーム、僕、スマホ、僕、APM 一部が僕で、APM の大まかな部分が、ガヤックスにいたメンバー、もう一人、一緒に起業したんですけど、っていう、4人ぐらいがメインメンバーで、あとは、お手伝いをするときもあったんですけど、依頼するときもあったんですけど、ほぼほぼ、
その4人で作っていました。でやっぱりその領域をまたいでやってくれたら嬉しかった部分も、まあ、あるにはあった。特にエレキのメンバーはもうちょっとバームを書いてもらった方がいいみたいなのはあるんですけど、まあでもその一人一人やっぱその専門領域で、集中してやらなきゃいけないし、まあ、でもエレキのメンバーはギリギリまで結局やらざるを得ないので、その辺例えば遠い早めに終わるハードのメカのメンバーが例えばプログラミングの能力を持って少し期待してもちょっとその領域が離れすぎてて、まあ、難しいものもあるんで、結局なんかソフトウェアが複数またがるのはすごい簡単なんだけど、別領域の人がまた別の能力を持ってるっていうのは結構大変だなと思いました。はい、すいません、ちょっとあんまりいいことじゃないかもしれないですけど、そうするとソフトウェアが最終的には一番忙しくなる、全体、はい、あの全フェーズに対して忙しくなる。そうですね、特に IoT プロダクトなんで、例えばそのソフト、開ける自体の組み込みが終わった後もスマホアプリと、Web API の方はあの常に改善していかないといけないっていうのがありまして、なんでソフトウェアが一番忙しいと思ってます。ありがとうございます、はい、他に質問ありますか。では早かったです。あ、すいません、株式会社スカイビルの村田と申します。日曜に電子工作をして、でそこであの日経新聞に取り上げられてから、まあ、企業の数字がどんどん上がったと思うんですけども、まあ、その日曜工作をしていてどういう発信をしてその新聞社に取り上げられたかと思いますか。一人ですね、メディアに強いメンバーがいたっていうのが強くて、でその人経由でその人がもともと属していたベンチャー、実際プレスも一緒に打っていたんですけど、あの家事代行サービスっていうのベンチャーにいた方がいらっしゃいまして、その方が家事代行サービスって要はこう家におばちゃんを呼んで掃除してもらうみたいなそういうサービスなんですけど、自分がいない時にもう掃除してくれたらいいよねっていうことで、つまりそのアケルンと併用すればあの自分が会社行ってる時にそのおばちゃんに来てもらって掃除してもらってっていうのを結構安全にできる、例えばその鍵とかこのガスメーターの上とかに置かずに済むっていう、だそういうサービスを一緒にやってるメンバーがいたんで、その発想で一個その家事代行サービスと一緒にプレスを送ったんです。でそれの流れで日経新聞さんとかも一緒にあのこう出せたっていうのがあります。なのでちょっとその辺で運が良かったみたいなのもあります。はい、ありがとうございました。では先ほどある真ん中の、先ほど質問でご回答があったと思うんですけど、メンバーの中に組み込み専門のソフトウェア屋さんはいないということでしょうか。組み込み専門はいませんでした。あ、私仕事で組み込みエンジニアでウェブが趣味なんですけど、あ、はい、逆の立場なんですけど、組み込みエンジニアのイメージのスキルセットとかその組み合わせみたいな何かあったら教えてください。あ、その元々組み込みだった方が逆に IoT プロダクトでどういう能力を持っているといいかっていうことだと思うんですけど、あ、でも僕が知ってるその組み込みから買ってきたっていう人がですね、割とそのスマホアプリもやってる方が多くて、まあ、その UI バリバリっていう感じじゃないんですけど、その BLE の通信部分だったりとか結構書ける方がいらっしゃるので、その辺での知識を持ってくださっていれば結構活躍できるというか、すごいありがたいなっていうふうな感じです、うん、はい、ありがとうございました。じゃあ最後そちらの方で終わります。ここです。あ、一瞬ちょっと思い出したんで、あのウェブやっててよかったなと思ったのは GitHub でソースコードの管理ができてるって、ファームウェアでもそれができたっていうのがちょっと一個普通にいいことだなと思いました。あ、すいません、いいですか。はい、エンジニアリングとは直接関係ないんですけど、そのハードを作るとどうしても法律の規制みたいなのがあって、なんかそういうのを考えるのが面倒くさいんで、結局ハードをベンチャー使えないなと思うんですけど、なんかその辺はそのホームを専門にやってる人はさっきのメンバーだといいな、そういうことなんですけど、誰かそのメーカー出身の人が兼務してるとかそういう感じなんでしょうか。
めちゃくちゃいい質問だなと思っていて、要はエンジニア以外のメンバーも必要で、結構そのフォームとか、まあ、もっと言うと経理とか、そのそういう系をやってたメンバーとか、まあ、どうだったのかって話なんですけど、その辺はですね、結構投資をしてもらっていると、その面倒くさい部分を肩代わりしてくれる場合があるっていうなので内部のメンバーでいなくてもなんとかなる場合がある、もしくは、なんかすごい大変だよって言ってると助けてくれる可能性があるんで、それに頼ってましたですね、はい、すいません、ありがとうございました。では、時間なので本間さんの発表を終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。